全日本アマチュア自転車競技選手権大会は、日本自転車競技連盟が主催していた自転車競技大会である。全、アマと略される。ロードレースとトラックレースに分けて別開催となる。開催地は共に持ち回り。1931年に第1回全大阪サイクル選手権大会として開催されて以降、80年以上の歴史を有する大会であったが、 1998年に全日本自転車競技選手権大会が創設されたのに伴い、国内最高峰は全日本選手権に譲った。2012年10月10日、JCF は2012年の開催を最後とし、2013年の開催より全日本自転車競技選手権大会に統合することを決めた。また、オムニアム種目の普及を図るべく、 全日本選手権の一種目という位置づけをやめ、独立した大会として JOC ジュニアオリンピックカップと同一会場同一日程にて開催するこ,ことも合わせて決めた。ロードレースはジュニア全日本選手権、ロードレースと合わせて開催。全アマの翌日に全日本選手権が行われる。男子エリートは1998年の全日本選手権創設に伴い、 女子も2003年にそれぞれ移管されたため、以降は男子 U23 部門のみの実施であった。トラックレースは高校生年代以下対象の JOC ジュニアオリンピックカップ自転車競技大会と合わせ、原則として5月最終日曜日とその前日たる土曜日に実施していた。ありがとうございます。